廃油を原料にした食用ラードを製造販売した共感企業が香港からも長年原料を輸入していたことが明らかになりました。台湾衛生福利部食品薬物管理署は10日入手した輸入書類には食用と書かれているが関税総局のデータとは矛盾していると発表しました。食品薬物管理署が公表した資料によると共感は2008年から2014年の間香港の貿易会社金鳳雲から56回総量2385トンのラードを輸入しています。しかし工業用ラードの疑いがあります。那只有符合我们的食安法的规定跟我们的查验办法的规定我们才会发许可证发了许可证才可以进口。台湾衛生福利省の規定ではバラ積みまたは150キロ以上の樽詰め油脂を輸入する場合輸出国の衛生管理部門が発給した食用である証明書または台湾の在外公館が認可した交渉機関の証明書の提出が義務付けられています。你可以看到第一个是中华民国文件证明专用章那是谁核发的是台北经济文化办事处香港 所这个签证的所以很明确这个是 for human consumption 就是适合人体使用的。一方、財政部関税総局のデータベースの中には、香港から食用ラードを輸入した記録はありません。食品薬物管理署の資料には、共感が87トンの食用ラードを輸入したとありますが、両者は明らかに矛盾しているのです。台湾の立法委員が指摘したように、中国の地香油が香港に輸入されたものなのかどうかは、さらなる調査が必要です。このほか共感の問題製品を仕入れた235業者のうち15の業者が入荷していないので資料提供ができないとして調査に協力しない姿勢をとっていますがすでに司法機関に調査を移管しています。新唐人テレビがお伝えしました。